妻と食う。ということで、今回ですね、めちゃくちゃ緩い企画、自宅で、うちのね、妻と好きなものを食う、まあ、緩い企画でございます。ということで、カメラはね、今日、うちの妻が持ってくれてます。とりあえず、多分、サムネでもわかるように、業務スーパー行ってきて、好きなものを好きなだけ買ってきたので、まあ、それをこの場で揚げて、揚げたてを食べていこうという、まあ、そんな企画でございます。今日のラインナップはね、こんな感じっすね。なんか、揚げ物だらけ。揚げ物だらけだけど、とりあえずもう作っていくべ。何から食いたい？冷凍戻さないと溶けちゃうから、一旦戻そうかなと思うんだけど。ピー肉一発目食う？じゃあ、うずら。うずら？了解しました。じゃあちょっと一回しまおう。たら、ちょっととりあえず油入れていく？そうですね。なんかめっちゃ敬語になってんだけど。普通の喋り方できないね。普通のでいいんだけど、なんか全然違うんだけど。いや、とりあえず油だけど、1本で足りそうだね。もうこれぐらいでいいのか？もう。いやー、もうこんなもんか。油できるまで時間かかるから、揚げないもの食わん？山倉揚げ。YouTube で怪物くんっていうチャンネルでやられてる方がいらっしゃるんだけど、その方々がね、めちゃくちゃうまそうに行数を食べてて、まあ、それにね、感化されて今日買いに行ったんだけど、で、その人がめっちゃうまそうに食ってるのが、この山クラゲとマカロニ。で、このマカロニは納豆を混ぜてご飯で食べるとめちゃくちゃうまいらしいから、まあ、それはね、後ほど食べるとして、ひとまず山クラゲだけあげていきますか。8割ぐらいの人はもうええって思ってると思う。いや、ええって思ってんのかな、やっぱ。俺も思ってたのはええって。でも、あの映像を見たらもううまそうすぎて食うしかなくない？納豆マカロニを。嫌な顔してるなぁ。いや、別にそういうの受け入れられないタイプじゃないけど、さすがになんか一緒にするのなんでだろうねって感じ。とりあえず山クラゲ開けていきましょう。よっ。あ、うまそうじゃない？さっきちょっと食べていい？はいよ。ああ、いただきます。不思議な味するよね。一旦乾杯するか。はい、はい、じゃあ、お疲れ。お疲れ様です。いや、うまうまっ。まあ、でもなんか、まあ、食い続けてたらちょっと癖になる。ご飯の出番じゃないからマカロニ開けなくていい。開ける？食べる？まあ、そのままで食べた方が私は美味しいよね。つまそうよね。どれぐらいいる？あ、そんなに普通。あ、もういいや。え、嘘。とりあえずそれでいいよ。もう止めらんない。自分の方です。もう止めらんない。とりあえずぐらいね。うんうん。味めっちゃうまいよ。ちょっと酸味あるマヨネーズ感で、あとマカロニが硬い。うん、程よく硬い。うん、もっと漬け込まれてブニョブニョかと思った。熟かと思ったけど、ちゃんとなんかアルデンテみたいな。うん、マカロニにアルデンテって使う？そんなこんなで、もう温度来てるよ。ちょっとうずら持ってくるわ。うん、とりあえずうずらからいきますか。はい、ちょっとこれでいっちゃう。はい、これじゃあ今日一発目やね。はい、おー、熱っ。ちょい怖い。ちょっとうち揚げ物しないからね、分からんのよね、この具合が。この家越してからさ、揚げ物初めてじゃない？家でやるの。あ、もう初めてだね。揚げ焼きとかはするだろうけど、唐揚げも揚げないもんね、うちね。揚げないね。おお、うまそう、うまそう。なんかすげえテンション上がってきたんだけど。楽しい。なんか楽しい、楽しい。めっちゃ楽しい。3本ぐらい食える？いや、いい。あ、いや、1本でいい。そっか、でも、この後食えなくなるもんじゃない？そう。俺とは違うんだ。うまそうじゃね？めっちゃうまそうじゃない？これ。これにあげる？あ、いいよ、いいよ。いいじゃん、うん、うん。うまそう。やば。そうっすかね。こちらは。うわぁ。すげえうまそう。いや、めっちゃ熱そうよ。いただきます。はい。うん、開けたてどう？うん、でも大丈夫。うまい、うん、うまい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 。酒だ、もうすぐ酒だ。美味しい？
衣のね、ザクがね、違うよね。やっぱソース、うん、ソースじゃない？うん、ズラはソースでしょ。そっか、いただきます。はい。1位。うわ、うまっ。どうぞどうぞ。うん。では、失礼して。漫画みたいな音するね。タルタルは卵とマヨみたいな、マヨとなんかそういう卵とみたいな、うん、だから卵、温卵だよね。アホほど重いよね、うん、そんなつけちゃうんだ。うわうわ、いやもうこんなつけるでしょ。ここにをほら、それは美味しいけどさ、ほら、ソースだけのが好き。次、カニ入りクリームコロッケ。人生で一番好きな揚げ物、うん、カニクリームコロッケなんで、揚げ物界の中で1位よ。ちっちゃかった。結構ちっちゃいね、うん、意外に。いきます。お稲荷さんぐらい。お稲荷さんぐらい。ちょっとこの間にさ、やっぱ時間かかるから、ご飯で納豆マカロニやっていい？あ、先に先に、うん、てかまあライスも欲しい、もう。あ、まあまあマカロニ食べる食べる。納豆マカロニもちょっと食べてみたいな。あ、オッケー。動画ではここに醤油とかタレ入れて、ここにマカロニ入れて混ぜてたんだけど、あ、まあ、うちは皿あるから、うん、タレをあえた納豆をここに混ぜる。うんうんうん。ここに入れるでしょ。うわ、え、大丈夫？なんか現物見たらなんか大丈夫って思って。その割合もどうなんだろうね、マカロニとさ納豆の。そうね、なんか多そうな納豆が。美味しいかな俺。ちょっとかけちゃっていいかい？全部？いや全部じゃない。あ、一部ね、うん、一部ね。こんな感じ。めっちゃくさ。ちょっと食べるね、うん、よく噛んで味わって。うまいよこれ。うそ、合う合う合う、大学生の名刺って感じ。あー、うん、うまいうまいうまい、全然うまい。ちょっと食べる俺。ちょっと食べる。食べてみてよ、絶対うまいから。納豆の匂い強いな。そう、ちょっと見た目とかはきついんだけど、一回食ってもらったらね、多分わかると思うんだよね。うん、全然ありじゃない。あ、全然ありだね。ありだよね、うん、これめっちゃうまいね。うまいよね、うん、あ、やばいやばい出た出た出た、やばいやばい、中身出た中身出た中身出た。これはちょっと一番大好きなやつに食べていいですか。音取れるか分かんないけど、うん、もうすごいよこれ、もうガチガチよ。あ、深い。またご飯も熱い。うん、うまっ。中身ぎっしり入ってて、うまい。納豆マカロニもう一回食べたいんだけど。うん。納豆マカロニ食べてよ。なんかあるよね。俺もやろ。めっちゃ美味しいね。業種のマカロニだからうまい説あるよね。うん。うまいな、これ。うん、ね、米無限に食える。うん。現段階で今日の一日使える。分かる分かる。そうだそうだ。アピールよ、まあ多分。激熱。プル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 ってなるよね。もう画面外で面白いことするのやめてもらえる？午後残ってるけど、もういいかな、一回閉まって。いいよ。次次行ったって。出たね、ビュッと。全然熱いでしょ。うん、まかっこい。でもうまい、うん、特別に店とかじゃなくてもさ、冷凍商品でもさ、うん、揚げたて死ぬほどうまくない、うん、うまい。うん、そしたら次いきます、アジフライ。はい、いきます。うわぁ、いいね、アジフライってつまみに最高じゃない？わかる。これ以上ない揚げ物よね。あると割と食べたくなる。食べてる、絶対食べる。
想像以上に山クラゲが進んでない。そう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 。なんか違うんだよなこいつ。ご飯とまた違くないですか、うん、なんか。美味しいんだけど。あの勢いでは私は食べれない、うんうん。なんかもう良さそうな気すんだけど。見たかな。取りますかじゃあ。はい。よいしょ。うん。いいですね。ああこれ良さそうだね。うん、日本版ハイボール。ちょっと俺まだだけど。すいません、失礼します。ちょっとアジフライいっちゃっていい？はい、どうぞ。もう先食べる？むしろ。あ、いいよ。いい？うん。まあ、ちょっと今追加で揚げてるのでタルタル使えるとして。あ、そうね、そうそうだね。まずソースだけでいきたいよね。うん、そう、いろんな楽しみ方がさ、うん、あるじゃん。そう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 。それこそさ、お醤油とかも美味しいよ、ね。美味しい。うん。うまい。うん。うん、ちょっとお店とかで食べるやつよりも、うん、生臭さはあるけど、うんうん、揚げたてはもう何も問題ない、うん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 、うまい、食べて食べて、はい、いただきます。うん、タルタルいっちゃいます？間違いなくうずらよりは合うと思う。そうね。なんかちょっと違う顔してるな。あ、熱いのか。あり？あり？じゃあ俺もタルタルやっていい？はい、どうぞ。あ、いいんじゃない？いいよね、うん、これ食うんだったらちょっと米持ってくるわ。あー、もうない、もうない。それは必要かも。とおかわりビールとおかわりご飯を。これ絶対うまいでしょ、だってこんなの。あ、でも生臭いな。いる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 。うん、うわ、でもうまいよ、やっぱうまい。うん、うん、今この、その怪物くんさん、怪物くんさん、怪物くんさんの動画を見て今回やろうと思っちゃってさ、感化されてるからさ、うん、編集とかマジで寄りそう、あマジで寄っちゃいそうで、本当謝っとけば、あのすいません、あの本当ですね、あの出演されている、怪物くんさん、そしてですね編集されている上田さん、本当にですね、楽しくいつも拝見させていただいております。もしあの、本当にリスペクトでね、ちょっと今回こういう企画やらせてもらったので、編集かぶったら、すいません。そしたら次、もう揚げ物いっちゃう？何食いたい？春巻き、エビカツ、エビフライ、ピー肉。エビどっちか行きたいね。エビどっちか行く？二つあるから。じゃあエビカツ行こう。二つ。とりあえず次、エビカツ。はい。よいしょ。エビカツ揚げ終わったら俺が人生で一番好きであるピー肉、これで締めますか。はい、もう本当にね、家ご飯だったら他の追随を許さないぐらい一番好き。ピー肉、うち月1は絶対作るけど。作ってくれるね。まあ、週3でもいい。週 3？ もうそれぐらい好き。今日ピー肉だよって分かった瞬間一人で踊ってるよね。踊ってる。この間にもうピー肉も1、2個入れちゃうか。はい、あちゃい、あちゃい、もういけんでね。あ、もういいかも。いいでしょこれ、うん、これいいだよね。いいじゃん。お弁当に入ってるぐらいの色になってるよね、うん、これは美味しそう。あ、いいじゃん、これいいよね。いいよ。はい、あ、いいじゃない、いいじゃない、うん、いただきます。あ、うまい、うまい、あのね、うまい。あ、ちょっと茶色くなってきた。揚げとこう。あ、揚げとこう。危ない危ない。余熱でいこう。プリンじゃなくて、なんかすり身に近いよ。でも本当にパンパンにエビ詰まってるから、うーん、味めっちゃ美味しい。デブタルタルでいい？うん、デブタルね。ポテトデブタル。一口なんだ。うまい。
まい。エビガタめちゃくちゃうまいよ。で想像以上にやっぱ淡白なんだよね。うん、うんうんうん、ソースだけでもちょっと薄い気もしちゃうぐらい淡白だから、うん、意外に表面、まあ、でもエビの味ちゃんとちゃんとするよね、うん、これはライス必須よね。うん、ググッとお腹いっぱい来た。来た、うん、でこのデブタルタルエビカツ、うん、正直今セーブしながら飲んでるけど、うん、1個で500本いける。ほんとに、うん、ちょっと謎なのは最後のピー肉なんかつけた方がいいのかな。ソースじゃない、フライだからソース一回いってみるか、うん、ちょっとここに残ってるやつちょんちょんでいいかも。違う、うん、ピー肉の愛が強すぎるためにちょっと違う感がすごい。ちょっと違うかも。最後の最後。ということでちょっと尺の都合でね、まだまだこの後も多分食べるとは思うんですが、とりあえず、まあ、今日は一旦この辺りで動画は締めようかなと。でさ、ちょっとせっかく食べたじゃん、お互いのさ1位をせーので言わない、はい、決まった、うん、せーの、マカロニだと。一緒だけど、納豆マカロニ。1位。1位だったね。間違いなく1位。まあ、驚きと発見もあって、うん、間違いなく1位だったよね。秒数近くにやる人は、その2点セット。そう。マカロニ買っちゃえば。うん、そう。納豆は多分、他のところで、うん、スーパーので大丈夫だから。まあ、でもこのマカロニも普通にソースとかで食っても美味しいだろうし。うん、そうね。まあ、ちょっとまだまだ買ってないのはいっぱいあるじゃない。うん、正直気になったのもあったし。なんかそういうのもさ、買ってさ、第2回、秒数、スマート食うシリーズやろうよ。行数ならこれとか、あともしくは妻と食うシリーズで次これやってほしいってのがあったらあのコメントにください。お願いします。じゃあちょっと最後に一回ごちそうさまだけ一緒にしますか。はい、はい、いきます。はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。